どうもズズです。よいしょ。ピクミンを一匹も死なさず、スプレーも使用せず、最短日数8日間ね、最短日数でピクミン2を攻略していこうと思います。もう一度言いますね、ズズです。それではやっていきましょう。まさか名前をもう一度言うとは思いませんでしたよね、つってね。さあ、すいませんね。なんかお祭りみたいな男出てきちゃいましたけどもね。過去に一回8日間でクリアしたことあるんで、このデータじゃない。このデータじゃないけんね。うん、このデータ1日多いから、このデータじゃないんですけども、過去に一回8日間でクリアしたことあるんで、まあ、今でもできるんじゃねえかなレベルで、そんな安直な考えで、今からやっていこうかなと思います。ぜひね、最後まで楽しんでいただければなと思います。それでは早速やっていきましょう。スタート！はい、眠りの谷と。本来ね、オープニングが挟まるんですけども、まあ、オープニングはこの動画のオッポにつけときますんで、ズズの実況付きで、CV ズズでつけときますんで、興味のある方は見ていただいて、興味がない方は、途中で帰っていただいて、って感じで、よろしくお願いしますと。はい、さあ、まあ、1日目眠りの谷ですけども、まあ、特にやることがないんで、今後のスケジュール、1日目から8日目までどういう風に進めていくかっていうスケジュールをちょっと、ご報告できたらなと、ご展開できたらなと思います。いやー、危うく墜落するところでした。危ない危ない。あれ、土井さんがいません。どうやら落っことしてしまったようです。通信もダメです。ありません。土井さんが投資しないうちに早く見つけてあげてください。あれは、ピクミンのこと知らない方も見てるのかなと思いますんで、その知らない方でも分かりやすいように説明できればなと思います。赤のテントウムシじゃねえ方がピクミンです。もしやピクミンでは今にも食べられてしまいそうです。急いで助けないと。ビーで笛を吹いて呼びかけてみてくださいと。はい、まあちょいちょい笑いも入れつつ爆笑をかっさらいながら、この動画作っていこうかなと思います。あー、かわいいピクミンでございますね。ピクミン2なんだけども、ピクミン1の続編だと思っていただければ、まあオープニング見れば一発でわかるんですけども、ピクミンが駆け寄ってきましたと。オリマさんのことを覚えていたようですね。ここでピクミン1で出会って、またここで出会って一緒に冒険またしていきましょうってことですな。はい、さあというわけで、このピクミンデビューですね。初めて敵を倒すピクミン、うーまっ、めちゃくちゃうめえ。このチャピー、コチャピーって言うんですけど、このコチャピーを倒す技術半端なくうまいからな。オッケー、大丈夫だな俺、結構いけそうだな。5年ぶりにやるよ。6年ぶりぐらい、もっとか、それくらいぶりでやるからね。ブリブリでやるからな。まずは生存が確認できてよかった。ワイヤロイさんと通信できますって。このゲームの魅力としては、プレイキャラクターを途中でチェンジすることができるっていうところですね。バイオハザードゼロみたいな感じっす。別のゲームで例えちゃったけど、ゲームをゲームで例えたけど。ルイさん、ご無事で何よりです。どこにも怪我はありませんね。そうですか、安心しました。通信状態から考えると、ルイさんのいる場所は私たちから相当遠くないようです。自力でこちらに合流してきてください。自力で。私、ドロフィン初号機がルイさんをナビゲートします。初号機なんだね。2号機があるっていうことだね。だからね、そういうのも伏線張ってるんだね、きっと。はい、というわけで、ルーイの操作、オリマーとルーイを操作して、物語を進めていきます。まあ、お宝を集めていきますって感じですね。さあ、これがオニウォンでございますね。はい、オニウォンでございます。探検レポートにあったオニウォンのようです。オニ4ね、オニ4ね、知ってるよ、見えてるよ、振り仮名振ってあるし、見えてるよ、オニ4でしょ。でもオニ4をオニウォンということで、なんか笑いが生まれればなと思いました。生まれなかったけど。はい、アニアンが踏んだ谷がもう目を出しました。レポートによると A で目を引っこ抜けるそうですと。ルーイはもうピクミン初見なんですね。だからまあ驚くわな、成長スピード早って思うよな、目出るまでの。はい、じゃあ引っこ抜きましょうと。はい、さあピクミンは色によって特徴があります。赤ピクミンは火に強い、強いです。はい、この2つだけ覚えてくれれば、火に強いと強いだけ覚えていただければなと。ルイさん、この生物がマリオさんとかどこにも書いてねえバカ。オリマーさんのレポートにあったピクミンです。はい、 C でピクミンの隊列に目標を指示して、なんか X で退散できます。頑張ってねっていうことですね。ピクミク人参そっくりですねと。いや、ルイさん、口の周りによだれが垂れていましょう。どうしましたか。おい、ここのワンシーンが可愛いんだよね。もうルーイは怖くて逃げてるわけですよ。でもピクミンはただついてきてるだけと。これがルーイとピクミンの出会いでございますね。こっちこっち見んな、こっちこっち見んな、恥ずかしい。はい、
さあ、ということで、ピクミンの増やし方ですけども、こういう風にアイテムとか敵の死骸を運ばせることによってピクミンを増やすことができますと。はい、今運んでますね。これを運ばせて、この鬼ウォンのところに運ぶと、はい、このお鬼ウォンの中で、こう、男と女がこう、なんやかんやして、こう、種が生まれるわけですね。はい、もう、ここはもう、もう生物共通の仕組みでございますね。きっとね、このウォニウォンの中で、こう、男女がこう、イチャイチャしてる。おにゃんがまた種を吹きました。ねえ、吹きましたとかあんま言わない方がいいけども。はい。なるほど、ピクミンが栄養になるものは、すべてオニオンがピクミンを産む。オニオンは、ピクミンの母体なのです。そういえば、オリマーさんのレポートによると、栄養連打すれば目をサクサク抜けるようですよ。ということで。はい、こうやって、じゃあ、まずは徐々にピクミンを増やしていきましょうと。さあ、ということでちょっと今後の計画、まあ今後の予定をちょっと説明していこうかなと思います。じゃあまずはこちらをご覧ください。どうぞ。ドン。はい、まあ1日目が今やっている眠りの谷ですね。で2日目も眠りの谷、ここはどうあがいても先にもうスピードを重視することができない、もう本当にストーリーにただチュートリアルに従うだけのところなんで、まあどっちかっていうと1日目と2日目は3日目から8日目までをスムーズに進めるための下準備だと思っていただければなと。で、3日目が希望の森、4日目が惑いの水源、5日目が希望の森、6日目が惑いの水源で、そこで借金を返済して、7日目で眠りの谷行って、8日目で望みの大地で全、お宝を集めていきたいと思いますと。はい、まあ、ざっくりと、こういう計画で、やっていこうかなと思いますと。はい、じゃあちょっと先に進んでいきましょうか。はい、お宝って何なのかって言ったらこういうやつですね。我々にとっては、ゴミクズでも、ピクミンたちにとってはこういうものがお宝になるわけですね。あ、彼はこの物体はもし私たちが探しているお宝では、ねえ、なんていうか、ナショナルハイトップって書いてあるのか、あの電池。早速鑑定してみたいところですが、今もオリマーさんとの合流は急ぎましょう。タイム、そこからオリマーさんが見えませんかと。はい、ということでちょっとオリマーと合流していきましょうと。はい、さあさあさあ、まあてな感じ、まあそういうような予定で進めていくんですけども、この予定で進めるにあたって1点だけ注意点があります。それちょっとまた後で説明しますか。よいしょ、まずこのムービーを進めてください。はいはい、来たー。はい、合流でございます。すごい、もう爆宙できちゃうんやね。宇宙だからかな、宇宙だから重力が少ないからなのかな。オリマーさんがルイさん、オリマーさんルイさん、やっと合流できましたね。なんとも大変なトラブルでした。しかしお二人が知恵を合わせればどんな困難も突破できる、そんな自信が湧いてきたのでは。突破言うて、突破できるからね。今後は B で一緒に隊列に集まり、なんか頑張りましょうっていうことですね。はい、ということで、先に進んでいこうかなと思います。あのお宝をまあゲットするためにちょっとピクミンを増やしていきましょうっていう感じですね。さあ、ということでここで運んだりとかピクミンを増やしている間にじゃあ説明したいと思いますと、この予定でクリアする、この8日間クリアにとって一番ビッグなポイントが借金返済のタイミングなんですね。はい、もう一回ちょっと図をご覧ください。ドンと、1日目から6日目まで、1日目から6日目までお宝を全部集めるとして、その場合にお宝だけのお金を換算すると9530ポコなんですね。1万ポコたどり着かないんですよ。じゃあどうするかっていうと、残りのポコ数は虫の死骸、敵の死骸で補っていくしかないんですね。で敵の死骸を残り何ポコだ、470ポコやな、470ポコ集めなきゃいけないんですけども、この6日目のシャワールームを攻略する前に1万ポコを超えてしまうと途中で6日目が終わってしまうんですね。で惑いの水源でシャワールームに入らずにクリアしてしまうので、シャワールームって普通のシャワールームじゃないよ、シャワールームっていう名前の洞窟があるんですよ。普通にシャワールーム行ったら、何お前このゲームプレイ中にちょっとシャワールーム入ってなんか体整えて誰かと何かをやろうとしてんねんって思っちゃうもんね。いや そうじゃなくて、っていうかここら辺の説明わかんない人ちょっと右下にうんこ書いとくから、あのうんこ見て笑っといて、うんこ見て笑っといて、ちょっとこの後の展開見て、あズズのプレイってうまいんだなっていうのを見てもらえるといいかなと思います。で俺が何を言いたいかっていうと、結局そのシャワールームに入る前の段階では1万歩行かずに、シャワールーム行った後が1万歩超えるようにポコをこう調整しないといけないよという、
ポコもわかんない人いるよね。ポコはあのペコバだと思っていただければ、ペコバだと思っていただければいいと思うよね。全然ペコパできなかったけども、まあとりあえずそういうことですわ。はい、もうよくわかんない人は家に帰ってちょっと寝ながら考えて、あ、ズズってそういうこと言ってたんだっていうのを考えてください。それかあの実際に6日目にもう一回説明するんで、よろしくお願いします。とにかく敵をあんまりにも回収しすぎると途中で1万歩行っちゃうし、回収しなさすぎると、シャワールームを越えてもシャワールームをクリアしても1万歩行かないよっていう感じですね。はい、さあというわけで今一生懸命運んでおります。20匹でね、小さな体で運んでおりますよ。可愛らしいでございますね。さあこの電池を運び終えたら今日の1日目は終了になりますと。で今言った通りの予定で今後進めていこうかなと思いますと。一番見どころはそうだな、3日目と6日目かな。3日目と6日目と7日目と8日目かな。半分以上あんな、まあ、全部だな、全部見てください動画。はい、さあというわけで、まあスローペースではありますが電池を徐々に運んでっておりますと、はい、こういう形でどんどんお宝を集めていく、そういった、ゲームとなっております。はい、まず1つ目、初めての宝280箱ね。愛と勇気リアクター、なあ、かわいらしい名前でございます。愛と勇気のリアクターです。赤い電池なんて最近見ないけどね、昔はあったんですよ。今もう大体ソニーが占領、ソニーかイケアが占領してますからね、電池はね。そんなことねえか。探検者に力いきなりお宝ゲット、この調子なら1万歩この借金なんてあっという間に返せますよ。お宝の名前は鑑定のついで私がフィーリングでつけちゃいました。売れる商品名はお任せください。さて今日の探検はこれくらいにして早速社長に報告しましょう。喜ぶ顔が目に浮かんできます。お方と生徒通信するために一旦上空に飛び立ちます。夜間は夜行性の原生生物を避けて地表にはおりません。はいって感じですね。はい、んチャラチャチャラチャチャラチャチャラピクミンピクミン、チャラチャ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 、あなたもピクミン、私もピクミン、可愛くて小さくてピクミン、うわー、 いい歌声だわ。歌手になりましたね今ズズは一瞬。というわけで1日目終了ですと。はい、さあこの後の今日の報告をちゃんと見ていきましょうね。ピクミンが1匹も死んでいないこと、ちゃんとお宝を十分にゲットできたことを、見ていきましょう。はい、稼いだお金は280。あ、 OK、 いいね。はい、あ、いいね、ピクミンが20匹増えましたよと。で死亡したピクミンも今んとこゼロですね。はい、ここで毎回確認していきましょうね。はい、で毎回メールが来ますと、早速お宝を見つけたようじゃな、その調子じゃよ、わしの未来は君たちの働きにかかっておる。そうそう、後でお宝一覧をチェックしておくようにな。ではくれぐれも頼むぞ。うるせえ。はい、それでは、こんな形で今後も進めていこうと思います。よろしくお願いいたします。宇宙を股にかける運送会社ホコタテ運送、その社員の一人キャプテンオリマーは未知の惑星に不時着。そこで出会ったピクミンの力を借り、やっとのことで脱出したが、オリマーの犬間にホコタテ運送は大ピンチを迎えていた。無事でよかったの。で、君に知らせがあってな、この会社はもうおしまいじゃ。ルイ君が初仕事の途中宇宙詐欺に襲われ、あの滑車のゴールデンピクピク人参を全部食われてしまったのだ。罪に
弁償するために莫大な借金が。返済のため何もかも売り出したが、売れたのは。君のドルフィン号だけちゃった。で、残りの借金はまだ。借金1万100ポコ。とても返せん。オリマ君、これは何？子供の土産に拾ってきた？お宝、お宝、カムカム。回収した物体の鑑定を開始します。これにはなんと100ポコ。これには100ポコの価値あり。その星にはもっといろんなものが。これで借金が返せる。ルイ君、今すぐ出発せよ。ホリマー君と共に。こうして会社の借金を返すため再び惑星に戻るホリマーであった。ルーイと共にその惑星で待ち受ける悲劇とは。そしてこの二人はお宝を全て集め借金を返すことができるのか。いよいよ素敵なハイレベルな冒険の始まりです。ピクミン2始まります。よし。